さて、帰省などで欠かせないのがお土産です。観光物産館で売れ筋、そしておすすめのお土産を聞いてきました。およそ5000種類の商品を揃える福島県観光物産館。お盆は年末に次いで2番目に売り上げが大きい大事な時期で、今月は昨日までで去年より 24% アップと順調なスタートです。桃を食べに来たんですけど、桃ばっかりなんですけど、お土産をいっぱい買いました。家族と友達と自分用ですね。全然反応が違いますね。昨年は昨年で、コロナがちょっと明けきってはなかったんですが、結構良かったんですけども、それを上回るこうペースで来ていただいているような気がしますね。やっぱり桃がすごいですね。今年の桃の売り上げは過去最高のおよそ1250万円。桃を使ったサブレやジュレ、ドライフルーツも一押しで、売れ行きも好調です。さらに暑い日にもってこいのゼリーや冷酒もおすすめしています。売れ筋ランキングの上位に常に入っているこちらの会津の天神様、昨日入荷したにもかかわらず売れすぎてしまって物がありません。今年は帰省客に加え旅行客も増加、福島ならではの商品を買い求める人も多いといいます。ゴールデンウィークには売り切れていた赤べこは数量限定で確保。カプセルトイも人気です。ぜひお越しいただいて、福島のね、今の夏というかお盆というか楽しんでいただいて、あと帰省のお客様は福島のお土産をね、地元に持って帰っていただいて、あと地元のお客様は県外の方にね、発信していただければありがたいかななんて思っております。たくさんの商品があるのですが、スタジオにはこの夏一押しのサイダーを用意しました。ぜひお二人飲んでみてください。はい、お、日本酒の香りしますよね。します。日本いい、これサイダーですか。サイダーなんです。飲んでみてください。サイダー。いやでも、はい、これちょっと日本酒そのものの香りで、はい、酔っ払いそうな香りで、サイダーなので、はい、アルコール入っていないんですけれども、日本酒の、ね、大吟醸の風味しっかりと感じられるかと思います。多くの人に福島の日本酒の美味しさを知ってもらおうと開発されて、今年5月から販売されています。観光物産館では明日から新米や梨、ぶどうなども販売される予定で、夏と秋両方の味覚を用意して訪れる人を迎えることにしています。はい。